あーもうどうしよう、絶望的だじゃん、もう歯かしゃくちゃねえじゃん、もうどうやいんだね。ちょっと今どたらた状況なさってますか。あーもうたんだれにつがるべ、終わったことでできたまでかしゃくちゃねえ、たんげたまテンパってまっちゃう。あーどうすればいいんだべ、ちょっとどうなってます。わーい、ワンズかおじずが、なんかこの早送りで喋んなじゃ、何喋っちゃうかわかんねえじゃん、このなあ。もう今だっけ、通信場遮断したね、大丈夫だね。うんだばって何なんだっためな。はぁ、まんじ、おめえがなんかやらかしたと思ってヒヤヒヤしたでや、んだばって。まあとりあえずは大丈夫だが。ねえ、ちょっと全然大丈夫じゃないんだけども、あのさ、もう誰かさ居場所バレてるかもしれないし、誰かがもう今追ってきてるかもしれないんだよ。全然大丈夫じゃないんだけども、頭のネズ一本取れてるところが頭のネズ一本しかないんじゃないの。大丈夫よ、いや大丈夫でねえんだよ、わかって。あれたんだでねぐくじわるよなごなごど、うんだばって、喋ってなことはあてらと思うよ、おばちゃんもそう思うよ。ああやっぱりそうですよね、もうダメだ、オラがコタラダに不甲斐ないばかりにもう誰がさバレで、そのまま警察さんもバレで捕まるんだ。だだばこのばあさま、わいやどてんしたでや、お化け出たかと思ったでや、おいばあさま立ってるのつらい、はんでこっちは来てお茶子飲むが、いやさすがに警戒心なさすぎだって。ああ、まんじ迷惑だにゃ。ああ、まじあじましりゃ。なばって、初対面のレディーさ、そたらだくずの危機が出するなば、二度とくずきすげねぐなるまで二人で丸るよ。こいだっきゃまんじ、地震、雷、完全親父、このばさまだな。ところで、ばあさんや、あんた何しにここまで来たんだ？ばあさん、ばあさん、あのお姉様ですよね、そうだお姉様ですよね、あのお姉様大変申し訳ないんですけど、あの僕たち今ちょっと手が離せない用事がいろいろ立て込んでて、あのお茶飲んだらすぐに帰ってもらった方がいいかなって思うんですけど、あのどうですかね。ああ、なかなかひばたばおじゃこごちそうになったにゃ、ひばたばまんじゅう頑張ってきるね、津軽弁ハッカー集団の皆さん。あ、わざわざありがとうございます、頑張りますね。え、あれまあまんじゅめんこいばって本つけないわらはのだぜなんだね、なも知らねえおばちゃん二人でこたらだとおしゃ来るわけねえべんなって。ちょっとちょっとばあさま、そこば一歩も動かないでね、あんたのマスターさばもうは爆弾設置してまっちゃはんでね、私はあんたが来た瞬間から怪しいと思ってやったんだよね、あんたが喋った通りこたらだとおさばあさま一人で来るわけないんだからさ、ま、もう動けないから聞いといてあげるけど、あんたは誰？して、何が目的？おら？あ、おらはね、コタラダにピチピチでコタラダにわがわがしいギャルなんだけどもね、実は警視庁のサイバーセキュリティ課の捜査官のおばちゃんでした。あ？ばあさま今何で喋った？捜査官？おい、早くやってもらえじゃ、こいつワンダバ捕まえに来たんだね。つまりは、ケギってことだよね。は、じゃあもうこれ押すから、バイバイ。んだばって、あんたたちば捕まえに来たわけではないよ。あたしが作った組織は今どうなってらんだべなど思って、久しぶりに見に来たのさ。ちょっと待って。どういうこと？私が作った組織？この津軽弁の人たちばっかり集めた墓集団のこの組織のこと？まあ作ろうと思って作ったわけではないけど、結果的にこうなってまった感じがな、うん、おばちゃんの昔話聞くが、うん、というか聞け、おばちゃんはね、もうわらすの時はもう稲笠生まれてね、あんたたちと同じ、うん、
何にも知らなくて世間知らずでただただ毎日毎日ねもう泣いてばっかしだったんだよね。ある日にねもう雨降って待って何もいざ帰れねくなって泣いてあったっけさ。そこさ太りの男の布団が来てけで水だのなんだのってけでさ。そこから私は思ったわけよ。あ、私も泣いてるだけでなくて誰がの助け者なねばまれんだなって思ってさ。青森の布団の助け者なりてってその時思ったのね。してこれからはデジタルの時代だと、コンピューターの時代って大学が喋ったの岸田派で、私はもう特訓もう勉強して、そういえばマジの太さ教えであったわけさ。青森だから田舎だからってそったらだことでなくて、できる言葉やって最先端の技術身につけて、そういえば皆さん教えで助ける、それが私の目的であったんだけどもさ。まあ水をそれる人はいるっつうわがてきでしょ。結果的にはこうなってまったよね。だばって私が思ってた未来さは何年がったけどもさ、こうやって青森の田舎生まれのあんたたちがカタ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 ピコピコってプログラミングやってさ、いろたことしてて形は違いと嬉しいんだよおばちゃん。んだったのが、まあ、つまり、ばあさま、お姉様のおかげで、俺たちはこういう技術を身につけたっちゅうことになるんだな。んだばって、ふとつ気がしてけれ。あんたの話聞いてでもわかんねえんだよ。あんた味方だの？敵だの？どっちだの？お、ばあさまの心意気に感動して、ちょっと汗だったばってや。確かに、ばあさま、あんた、どっちなんだ、味方なのか、敵なのか。んだよ、おばちゃん。早く答えて。答え方によっては、このボタンポチって押してもらうよ。あれま、まず最近のわらはんどんだば、せか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 して、かちゃくちゃねえねえ。まあ、今は、敵ではないがな。まあ、多分これからも敵になることはないかなとは思うよ。んだばって別に味方でもないかな。あんたたちは私たちの敵になるのを逃れたというのが正しいがもさねね。私たちはずっと探してる男がいたんだばって、その男があんたたちさコンタクトを取る形跡、それば見つけたのさ、おらだっきゃ知ったはんで、私たちはここさ来たわけだよ。あんたたちば捕まえに来たわけでねえのさ。え、どういうこと？探してる男がいる、それがコンタクト？え、そんなの来てないですよ。どういうことですか？え、全然わかんない。まず男だけしつこくてしつこくてまねはんでねえや。だばってあんたたちじゃ、つんたらしたら時間はもうねえんだよ。あのふとだけ何してくるがわがねえはんで、こっちも準備しねえばまねんでねえべがなっておばちゃん思うんだよね。どういうことだ？探してる男？誰だ？コンタクト？まさか！この私に恥をかかせてくれたことを後悔させてやるからな。覚えておけよ、お前ら。